はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズ2イグトルカの不思議な影 SP 続きやっていきたいと思います。ですね、前回これ作りました。青龍ミラクレアね、前回って言っても、まあ、あの後連撮りしてるので時間がね、前回からね、まあ、1分2分しか経ってないと思うけど、まあ、動画はね1時間間隔ぐらい出っかなとは思うんですけどね、編集してね、出力して、ね、アップロードしなくちゃいけないんでね、まあ、その作業があるわけですけど、動画にはね、それで動画というものは出来上がります。で、このね、青龍ミラクレアなんですけど、持ってるね、モンスター。何と配合したっけ？自分。え、持ってなかったっけ？ちょっと待って。相手方持ってなかったっけ？なんかに使ったっけな。青龍ミラクレアなんですけど、ちょっとレベル上げればいいんだけど、え、持ってねえかな。え、なんか必要なんだったっけあれって。絞り込みで見ればすぐわかるんですけど、ハテナ系だよな。ああ、ちっちゃいのいいね。これ S タークの、プチタークですけど、S タークと配合なんで、S ターク持ってなかったっけ？どっかで使ったんか。あ、いないわ、やっぱり。まあ、いないんだったらスカウトはすぐできるかな。まあ、すぐって言っても、パーセンテージがちょっと高いくらいであって、まあ、時間かければね、捕まえられるんですけど、まあ、こういう時に便利なね、ランク SS の鍵ですけどね。これは一回捕まえたモンスターが出てきますね。あと、最後の鍵っていうのがあるんですけど、最初の一回だけ S ターク出てきますんで、それ捕まえますね。多分何回で必要だったんだな、S タークは。ね。で、ワルボーも出たし、このワタボーもね、今飛んでますよね。でももう必要ないので、これ歩いたら、あ、アギロゴスいるね。多分そのうち S ターク出てくると思うので、あれも目立つんでね、すぐわかりますね。何回かも出てきてたんですけど、まあまた今度でいいやと思ってね。捕まえなかったんですけど。すごいのいっぱいいるよね。作るとしたら大変ですけど。あと鍵でもね、出てきますんで、今のあのガルマッツォとかそうですけど、作ればね、鍵で出てきます。アギロゴスも出てくるし。あと、魔戦神ゼ、お、こんなのもいるね。多分出てくるんじゃないかな、ヒフルでも。自分作りましたけど。だから、捕まえてもいいし、まあ、作る醍醐味ってのも、やっぱこのゲームありますんで、お、流行ってバルギリス。これもね、配合していなくなっちゃってるので、サージ倒すとかもね、普通に出てきますんでね。じゃあ、ちょっとうろうろしないとダメかな。ちょっと出てくるまでカットしようか、さすがにね。はい、カットした瞬間ね、嫌がらせのようにね、次の回に出てきましたね。これ S タークですけど、あ、間違えた、何言ってんだ。戦うってやっちゃった。霜降り使って、アホだね。スカウトだって言ってんのに。あ、まあいいや。霜降りはもう腐るほど変えるんで。で、これがね、まあ戦ったらもうここは弱いんで、ただ本当に S タークってだけなんで、倒したとしても、これちょっとね、離れたらまたすぐ復活します。何体もいるんで、まあ 20% ぐらいいけばいいんじゃない。最初は 1.6 だけどね、もう使う意味あんのかなって思うけど、まあ塵も積もればなんとかって言いますからね。 22.7 だから捕まってるし、5分の1まではいかないけどね。ドラケタクトってあるんじゃないですか、なんか S ランクのなんか、例えば竜王が出るスカウトとか、あんなんで S が当たればね、今の確率ぐらいで当たるんですけど、全然当たんねえっていうね。はい、S タークができたので、でこれで20、レベル20になってるんで、もう配合していいんで、で、ミラクレアなんですけど、前回に続けないのでレベル上げてないので、ちょっと上げちゃいましょうか。まあ、前回動画見てくださってる方だったらわかると思うんですけど、まあ一応ね、凄まじい鍵があるので、この鍵ですけどね、金の鍵で作った方がいいかな。金の鍵はレベル80まで上がるんですよ。で、プラチナの鍵がね、100まで上がるのかな。90かな ?100 だよな。だけど、経験値一緒なんで。で、倒したら、もう
おそらくエスターアクとかも今あれプラスチなんもないんで50までしか上がらないだろうから、あ、上がっかな、多分50まで。まあ、モモジャがついてるのがね、めんどくさいけどね。まあ、しょうがないですよ。まあ、このターンで確実終わるんで。はい、これでね、配合の準備整いました。もうそこだよね。で、ついでに、まあ、スラニンシルバー入るのか入らないかわかんないけど、はい、入ったね。入ったけど、もう使い道ないから、こんなのカメハ王子にあげればいいんだけど、あそこもスラニンゴールド持ってくかもしれないよ、もしかしたら。あそこでもシルバー持ってきたことがあるから、もう大体もうエースは揃ってんだよね。ドークもそういえば持ってきたかな、ちょこちょこやってんですけど。今ね、S ランクじゃないやつを今上げたりしてるんで。はい、できました。はい、グランエスタークができますと。今回は、このグランエースタークまでなんだけど、このグランエースタークからまた派生するんですよ、実はね。なんだけど、派生先が、まだ手に入らない。うん、多分それの対応するモンスターがまだ配信されてないのかなとは思うんですけど。グランエースタークなんだけど、とりあえず振るか。モントナー最強にしてね。まあ、せっかくなんで、まあ、50以上振っといてね。エスタークスキルはいいか。ね、こんなんで。はい、グラインスターク。これもちっちゃくしてね、なんか使ってる人いましたけどね。もうなんで持ってんだろうとか思いますけどね。これ、モントナーと、あれってあげたら意味あんの？文句上なかったっけ？究極モントナーみたいな。はい、グラインスタークできました。ね。で、このグラインスタークですけど、またレベル上げますけど、スキル何持ってんだ？スキル、グランエスタークは、煉獄斬り、爆煉斬り、風神斬り、雷神斬り、ブリザーラッシュ、ホーリーラッシュ、ダークマッシャー、第一斬、開破斬、空裂斬。もう大体の剣技持ってますね。あとまたレベル上げてきて、配合するので、そこまで使えるかな。もう一体作って、ちっちゃいの作ってもいいし、一応ね、ちっちゃいね、モンスター作ってから、でかくしたらなんか称号もらいましたよ。小さいのをでかいサイズにしたとか、超ギガサイズ以外のモンスターをでかくしたみたいな。なんかそんなもらいましたけどね。はい、例のごとく、グランエスターク紹介ですね。まあ、プラッシュあげれば、ヒートアップ、瀕死で回心、秘めたる力なんかついていくみたいですけど、まあ、超ギガボディで AI 4回行動ついてますね。魔人攻撃とかいらないよね、これ。いるか？いらないよな。強戦士、ヨーブレイク、大剣豪とかついてるのでやばいっすね。当たったらまずいけど、魔人攻撃なんで相手回心完全ガードついたら終わりだよ。だから、外すとしてはそこなんかなと思いますけど、セリューミラクレアとエスタークでできます。まあ、ストーリーでもね、そんな感じだったもんね。大魔人像にミラクレアの力化して、グラインスタークになったので、まあそういうね、まああれが、あれ自体がヒントだったんかなっていう。はい、究極の鍵で封印されていた大魔人像の真の姿。
かつて狭間の闇に立ち向かった4人の英雄たちの絆の結晶ということでね、これ本編をクリアして、まあ裏だね、裏のストーリーの、まあ一番最後あたり、自分倒したボスいましたよね。まあそれで出てきたのって、まあとりあえずここまでできれば、あとは何ができるんですかって話ですよね。まあ配信待ちなんで、あとデイリー待ってみたり、幻の鍵かどっちかだと思いますね。それか、ね、まあ先ほど出たデイリーのカメハが連れてくるのかとかね。それか難戦して、多分100勝で手に入るのあるでしょうから、前回の動画でも言ってますけど、そこら辺になっていくんじゃないかな、次の動画は。ね。で、その間に、またね、何日か待たなくちゃいけないので、まあいろんなね、ゲーム実況とか、まあ動画とか出しますけども、撮り終えてるものもありますんでね、もうさっさと出したいなっていうのがあるので、まあそちらね、次回配信までにね、まあよろしければでいいですけど、まあ見ていただければ、まあ自分もね、頑張ってやってますんでね。まあ一緒に楽しみましょうじゃないけど。まあそんな風に思っていただければいいかと思います。はい。ということで今回グラインスタークでした。ここね、ここを作ってから、まあ他の作る方もいるでしょうし、まあ順番はね、人によって違うんで、とりあえず今できるものここまでかな。あと細かいのとか捕まえときますんで、あと、ちょっとね、特殊なモンスターがいるんですよ。ライムスライムとか、プリンスライムとか、スライム系のね、なんか味がついたようなレモンスライムとかね。あんなんとか前とかだったら、なんかサービスで配信だったんだけど、確かね。今回普通にいるんですよ。だからどこに何かわかんないので、自分ライムスライムとプリンスライムと、あとなんだっけあれ。ピーチスライムか。あれは宿り木の頂上にいますけど、その3体しか知らないので、他で目撃ね、あればね、また探してね。まあ配信しようかなーとか思うんですけどね。あれも見つけるの多分大変だと思うので、まあそんな作業を裏でやってると思っていただければ。やってないわけじゃないのでね。あと他のドラクエタクトとかも8月18日までね、スカウトガチャとか、そこでまた切り替わるみたいなんで、今チケットいっぱい溜まってるので、そんなのまとめて回すが、動画とかも考えてますんでね。はい。ということで、また次回までお楽しみに。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォロー流してあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。